FC ロートバイスエアフルトはドイツの中央部中ュ原リン州の州都エアフルトを本拠地とするサッカークラブである。クラブの前身となったのは19世紀末に創設されたクリケットクラブであった。東ドイツ時代には中ュエレアフルトとして1954年と1955年にリーグ戦を連覇している。東ドイツ政権下ではクラブ名の変更や 選手の再編などが頻繁に行われており、中ビネエアフルトも1966年より FC、ロートバイスエアフルトとして再出発を図ることになった。1980年にはカップ戦で決勝にまで勝ち残り、さらに同じ中ビンゲンのライバルである FC、カールザイスイエナが対戦相手であった。しかし、この試合で敗れ準優勝に終わった。東ドイツ時代は、 有力クラブの一つであったが、東西ドイツの統一後は、旧西ドイツとの経済格差などから低迷し、ブンデスリーガ2部に編入された後、間もなく、レギオナルリーガに降格した。2004年には、ブンデスリーガ2部に復帰したものの、1年で3部へと降格している。2008年に新設された、ブンデスリーガ3部に所属している。スタジアムの風景なしなし。ありがとうございます。